日本が本気で建造しているもが2型護衛艦、FFM に搭載される予定の新たな機雷探知機 OZZ5。今回は、この2つについて、詳しく見ていきますね。三菱重工とタレス社との協業、タレス社の極秘技術も投入される予定です。2021年12月、海上自衛隊の最新鋭護衛艦であるもが、2型の4番艦が、肉魔と命名され、建造を担当している三菱重工業者の中崎造船所に手進水を果たし、来年の2022年度末での収益を目指している。もっが、2型護衛艦は、1番艦の、もっがみと、2番艦、熊野、の2隻が、来月2022年3月に同時収益を迎える予定であり、日本の南西諸島方面への圧力を増加させている中国軍に対抗すべく、現時点で22隻の建造が見込まれている。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体を持ち、コダグ方式の機関で、最大出力7000馬力、最大速度30ノットを発揮する。も、が三型護衛艦は、1番艦が、熊野、と、命名されるまでは、その基準排水量から、3900トン型護衛艦と呼称されてきたが、海上自衛隊としては、新たな艦種を示す FFM という記号が付与されており、同型の性格を表している。従来の海上自衛隊の護衛艦といえば、朝日型等の DD、汎用型や、出雲、型等の DDH、ヘリコプター搭載型、マヤ型等の DDG、イージスシステム搭載のミサイル護衛艦などが、馴染みのあった艦種記号だったと思われる。今回、肉魔をはじめとするもが、2型護衛艦が、新規の艦種記号、FFM となったのは、フリゲート艦を示す FF と、機雷、マイン、および、多用途マルチパーパスを示す M とを組み合わせて、艦艇の役割を表現したのだと、解釈されている。も、が三型護衛艦の主兵装は、アメリカ製の MK452 口径 127mm 単装砲1機、遠隔操作型、RWS、12.7mm 機関銃装2機、MK41 垂直発射艦16セル、リム116近接防空ミサイル1機、4連装17式艦対艦誘導弾2機等が装備されている。これらの兵装により、対航空機、対水上艦戦闘に対処するほか、対潜水艦戦闘用には、アメリカ製の MK32、324mm 3連装単魚雷発射艦2機を搭載しており、各国の同級のフリゲート艦と比較しても、遜色のない攻撃力を備えている。も、が、2型護衛艦は、これに加えて、艦首記号の M、マインが示すように、追機雷戦闘に対処する役割を与えられているため、かつては、もっと小型の専門の、総海艇が担っていた、その機能をも実現させる艦艇として建造された。具体的にハモが三型護衛艦は、追機雷戦闘用に、専用の OQQ11 ソーナーシステムを搭載、機雷の探索を部人で行う UUV と、機雷除去を部人で行う USV の運用能力を完備し、南西諸島など島嶼部におけるこれらへの対応を起としている。このうちの機雷除去を部人で行う USV に関しては、三菱重工業者が、平成25年より、開発を行っていた、自立型の水中高層式機雷探知機が、OZZ5 として採用されており、従来よりも広い範囲で、各種の機雷を探知する仕組みが確立された。この三菱重工業社製の自立型の水中高層式機雷探知機が、OZZ5 は、フフサス、高周波に向けた合成回光ソーナーが、フランスのタレス社が開発した、サムディス、ルフサス、低周波の合成回光ソーナーが国産のもので構成されている。
航空自衛隊の F2 戦闘機戦闘機を代替する次期戦闘機については、機関部に、イギリスのロールス・ロイス社、戦査部に、イタリア・レオナルド社のイギリス法人、レオナルド UK との共同開発が決定すると、昨今ヨーロッパ各国との協業も多い。そうした中では、三菱重工業社製の自立型の水中高層式機雷探知機、OZZ-5 が、フランスのタレス社の、サムディスというフフサス、高周波に向けた合成開口ソーナーを採用していることは、地味な印象ではあるが、新たな動きは感じられる。今回の水中高層式機雷探知機、OZZ-5 については、開発元である日本の三菱重工業者と、フランスのタレスグループの日本法人であるタレスジャパン社との間での供与契約となっているが、同分野におけるタレス社の実績は多数に上る。フランスのタレス社は、2000年まではトムソン CSF 社という社名であったが、同年に、イギリスの電子機器製造企業のレイカルエレクトロニクス PLC 社を買収、合併した際に、現社名に変更、フランス政府が、筆頭株主として、26.4% の株式を保有している。タレス社は、軍需関連の製品以外にも、航空宇宙産業の分野の事業も展開しているが、およそ売上高の6割ほどは、全社である、軍需関連の製品で占められており、世界50カ国以上の海軍や海上警備組織で、その製品は使用されている。ことに、原子力潜水艦をはじめ、水上戦闘艦まで含め、多数のフランス海軍艦艇の建造を手掛けている DCNS 社と共同で、タレス社は、それらの艦艇の設計にも携わっており、同国の軍需産業において、中核を成す企業であると言える。タレス社は、2022年現在で、フランス海軍の唯一の航空母艦である、シャルル・ド・ゴールの後継艦の建造においても、DCNS 社と共同で、それに従事する予定とされ、さらに、その設計は、同社の案が採用される計画であると召されている。また、タレス社は、世界的にも著名な歩兵戦闘車両、ブッシュマスターシリーズを擁していた、オーストラリアンディフェンスインダストリーズ社も、2006年に買収して、傘下に収めており、同車両は少数だが、陸上自衛隊でも装備されている。され、そんなフランスのタレス社であるが、日本の三菱重工業社との結びつきは、今回の水中高層式機雷探知機、OZZ-5 に先んじてその前段階であった実証段階の、OZZ-X から、行われており、さらに進化した形だと見て良いだろう。水中高層式機雷探知機、OZZ-5に採用されたタレス社のサムディスのフフサス、高周波に向けた合成開口ソーナーは、いかなる水中の状況にも適用して、機雷に対する自動探知と種類を判別する機能を持ち、収集データの迅速な分析に貢献するとされる。水中高層式機雷探知機としての OZZ-5 は、タレス社のサムディスのフフサス、高周波に向けた合成開口ソーナーと、三菱重工業社のルフサス、低周波の合成開口ソーナーという、各々の高低合成開口ソーナーを、世界で初めて並行して搭載した機種である。主として、タレス社の、サムディスのフフサス、高周波に向けた合成開口ソーナーは、ステルス性能を有した小型の機雷に、三菱重工業社のルフサス、低周波の合成開口ソーナーは、海底に埋没した機雷に、向けた探知を担うものとされている。三型護衛艦が、こうした機雷探知能力を持つ、水中高層式機雷探知機、OZZ-5の運用を考慮しているのは、南西諸島の島嶼部が、中国海軍によって、機雷封鎖される可能性を想定してのことであり、その上陸を含む阻止に、狙いがあるのだろう。ただし、
前述したように、22隻の建造が予定されているのが三方護衛艦ではあるが、この運用年数は40年と想定されているものの、日進月歩で進化を続ける敵軍の兵装にいかにして対処するかも課題としてあり、変更の可能性もないとは言えない。